1月13日木曜日、ただいま10時30分です。これからアヤラモールに行くんですけれども、途中12月17日の夜中から朝早くから来た台風で倒された木々をここに集められたやつが、今日1月13日やっと今昨日からお片付けが始まりました。なんかちっちゃいトラックなんで手作業なんですよね。なのであんまりはかどってません。一応こうビジネスパークあやらに集められた木々、手作業でちっちゃいトラックに1台、2台、3台、4台、今4台来て手作業で積んでます。こっちの方にもお片付けの人がいますね。なかなかちっちゃいミニクレーンがあればね、いいんですけどね、機械で積んじゃえば早いんだけど。サラマトラバホアドラウアドラウカポイカヨいっぱい人が来てますけどもね、手作業なんで水持ってきてますね。これガロンのやつ2つ、こんなちっちゃいトラックなんでね、こんなちっちゃいトラックなんであんまり積めないですよね。手袋もしてませんね、これ手袋、手がこれ切れちゃいますよね。手が切れちゃいますよ。こんな天気です、今日は。こんな天気ですよ。まあ真夏日ですけどね、暑いね、やっぱり。こちらはもう外で仕事してる人はもう汗だくですね。多分10時半今からまだ夕方までこの調子で運搬すると思いますよ、どこかにね。はい、じゃあセブ市ビジネスパークから瓦礫作業の瓦礫作業収集車でした。